デンバーブロンコス。デンバーブロンコス、略称 DN はアメリカ合衆国コロラド州デンバーに本拠地を置く NFL チーム AFC 西地区に所属している。愛称のブロンコスは西部の荒々しいイメージから AFL 時代にはプレイオフ出場経験がないが1970年の NFL と AFL の統合の後 AFC 西地区で優勝10回。 スーパーボールには6度出場しており、ミネソタ・バイキングス、バッファロー・ビルズと同様に最初の4回は敗れたが、第32回スーパーボウルで初優勝を果たし、翌シーズンの第33回スーパーボウルも優勝している。1959年8月14日、マイナーリーグのオーナーであるボブ・ハウサムによってチームは創設され1960年の AFL 開幕から新興リーグの一員として参加した。ハウサムは当初、デンバーに NFL のエクスパンションチームを設立しようとしたが、シカゴベアーズのジョージ・ハラスオーナーら NFL のオーナーの承認を得ることができなかった。1960年、ファンによる投票でブロンコスという愛称が決定された。チームはデンバーベアーズの本拠地だったベアーズ・スタジアム。 後にマイルハイスタジアムと会消を本拠地として a f l のオリジナルメンバーとなった。ヘッドコーチにはフランク・フィルコック、ASQB にはフランク・トリプカがなった。同年9月9日に行われたボストン・ペイトリオッツ戦で13から10と初勝利を挙げたがチームは4勝9敗1分で再のシーズンを終えた。シーズン終了後ハウサムオーナーはチームを サイアントニオのシンジュケートに売ろうとしたが1961年5月、ジェラルド・フィップスとカルクンツラ投資家グループが地位を購入した。1961年シーズンを3勝11敗で、終えルトチームはフィルコックスに変えてジャック・フォークナーを新ヘッドコーチとした。1962年シーズンは AFL 時代を通して最高成績である7勝7敗で終えたがその後,後 シーズンチームは10敗以上を起死した。その間チームは4人のヘッドコーチ、6人の先発 QB を起用する瞑想ぶりであった。1964年シーズン5試合を経過したところでフォークナーからマックスピーディにヘッドコーチが交代しチームは2勝11敗1分に終わった。1965年シーズンは4勝10敗。1966年シーズン ヒューストン・オイラーズとの開幕戦に7から45と大敗。この試合でチームは、ファーストダウン更新わずか1回、パスでマイナス7ヤード、トータルで26ヤードしかゲインすることができずに、7から45で敗れた。2試合が経過したところで、スピーディヘッドコーチは辞任、レーマラベシが、残りゲームの指揮を取りちいは4勝10敗でシーズンを終えた。1965年に、 オーナーの一部にチームをアトランタに移転させようとする動きはあったが、アラン・フィップス、ジェラルド・フィップスが彼らの経営権、ベアーズ・スタジアムを買取チームは、電運に止まることになった。1967年8月5日に行われた、デトロイト・ライオンズとのプレシーズンゲームで13から7、と AFL に所属するチームとして、最初に NFL のチーム相手に勝利を挙げた。 AFL での10年間の成績は39勝97敗4分とリーグ最低であり AFL のオリジナルチーム中唯一タイトルマッチに出場を果たせなかった。アメリカのプロフットボールチームとして最初にアフリカ系アメリカ人のプレースキッカーであるジーン・ミンゴを起用した。WR のライオネル・テイラーはシーズン100キャッチを記録した。 また、アフリカ系アメリカ人 QB のマーリン・ブリスコーが入団した。チームの移転騒動があった翌シーズンのシーズンチケットはおよそ3倍の売り上げを記録した。チームの最初のスーパースターは1967年に加入したフロイド・リートルである。チーム創設53年目の1973年に初めて勝ち越しでシーズンを終えた。 AFL に所属したチームの中でブロンコスだけがプレイオフ出場を果たしていなかった。1965年にはフランチャイズを失う恐れもあったが、地元のオーナーグループによってチームの再建が図られた。レッドミラーがヘッドコーチに就任した1977年、オレンジクラッシュディフェンス、その年加入したベテラン QB のクレーグ・モートンと、 オレンジクラッシュディフェンスと呼ばれた守備活躍でプレーオフに初出場を果たし第12回スーパーボールまで勝ち上がったがダラスカウボーイズ20から27で敗れた。1979年9月23日のシアトルシーホークス戦では10から34とリードされたところからノリスウィーズをリリーフしたクレイグモートンがハーベンモーゼス。 リックアップチャーチに TD パスを通し、最後はロブライトルが1ヤードの TD ランを上げるなど、27点を連取して37から34で勝利した。この試合が現在までのところ、ブロンコスの最多得点差からの逆転勝利となっている。1981年にエドガー・カイザー・ジュニアがジェラルド・フィップスから3000万ドルでチームを買収した。 1983年の NFL ドラフトで全体1位でボルチモアコルツに指名されたジョン・エルウェイがコルツに入団を拒否。ブロンコスは QB のマーク・ヘルマン、オフェンスラインのクリス・ヒントン。翌1984年のドラフト1巡目、指名権と引き換えにエルウェイを獲得した。チームはそれまでの23年間で24人もの QB を起用するなど安定した QB を得ることが 機内でいた。1984年にカイザーオーナーからパッドボーレンにチームの所有権の60.8%を売却した。後にカイザーはボーレンに対して法廷闘争を行ったが敗訴している。エルウェイはチームを5回スーパーボールに出場させたが最初の3回は全て敗れてチームはミネソタバイキングスに続いてスーパーボールで4連敗した。 史上2チームとなった。エース b のエルウェイとダン・リーブスヘッドコーチの不仲も深刻になっており、1994年シーズン終了と共にチームはエルウェイを選びリーブスはチームを去ることとなった。1986年チームは11勝5敗で AFC 西地区優勝を果たしプレーオフではニューイングランドペイトリオッツを22から17。 クリーブランド・ブラウンズをオーバータイムの末23から20で破り9年ぶりのスーパーボール出場を果たした。ブラウンズとの試合では残り5分32秒、自陣2ヤードからの攻撃でザ・ドライブとして知られる98ヤードの同点ドライブでオーバータイム持ち込んだ。ニューヨーク・ジャイアンツとの第21回スーパーボールでは20から39で破れた。 ストライキで短縮された1987年シーズン、AFC トップの10勝4敗1分で、ホームフィールドアドバンテージを獲得。プレイオフでは、ヒューストン・オイラーズを34から10で破り、クリーブランド・ブラウンズとの AFC、チャンピオンシップゲームでは、前半21から3とリードしたが、反撃を許し31から31と同点にされ、 勝ち越し TD で38から31とリードした。第4球終盤に同点 TD を狙ったアーネスト・バイナーに自陣2ヤード地点でファンブルを誘発し、38から33で逃げ切った。第22回スーパーボールでは、第1球に10から0とリードしたが、第2球に35失点、1クォーターでのスーパーボール記録するなど、10から42でワシントン・レッドスキンズに敗れた。 1988年は8勝8敗に終わり、プレーオフを逃したが、1989年、開幕から12試合で10勝を挙げ、11勝5敗を挙げた。この年新人 RB のボビー・ファンフリーが1151ヤード、8TD を挙げた。また新人キッカーのデビット・トレドウェルは FG を81.8%成功、AFC3 位の120得点を挙げて、プロボールに選ばれた。 プレイオフでは、ピッツバーグスティーラーズを24から23、クリーブランドブラウンズを37から21で、破った。第24回スーパーボールでは、ジョーモンタナにスーパーボール記録となる 5TD パス、合計 8TD を許し、10から55で破れた。55失点、45点差での負けはそれぞれ、スーパーボールワースト記録となった。1991年シーズン。 ヒューストン・オイラーズとのプレイオフでは、第4球、23から24と1点ビハインドで、迎えた、自陣2ヤードからのドライブで2回、第4ダウンに追い込まれたものの、残り16秒での逆転 FG により26から24で勝利、AFC チャンピオンシップゲームで、ハイパーオフェンスのバッファロー・ビルズと対戦した。この試合でディフェンスは、ビルズオフェンスに TD を許さなかったが、 自陣深くからエルウェイの投げたスクリーンパスをカールトンベェリーにインターセプトされ11ヤードのリターン TD を許し7から10で敗れた。1992年シーズン終了後4年間で3度のスーパーボール出場を果たしたダン・リーブスは解任されウェイド・フィリップスが公認となった。1994年シーズン終了後フィリップスは解任され 1995年からマイク・シャナハンがヘッドコーチに就任した。RB のテレル・デイビスがチームに加入した後、チームは1996年には13勝3敗の成績を上げて AFC 第一シードとなり、ホームアドバンテージを獲得したが、プレイオフ初戦でチーム創設2年目のジャクンビル・ジャガーズに行く敗を舐めさせられた。 翌1997年チームはワイルドカードでプレーオフに出場、ジャクソンビルジャガーズを42から17、カンザスシティチーフスを14から10、ピッツバーグスティーラーズを24から21で破り、史上5チーム目のワイルドカードからのスーパーボール出場チームとなり、第32回スーパーボールで前年優勝のクリーンベイパッカーズと対戦した。は、 ブロンコス不利だったものの31から24でパッカーズを破り初優勝を果たした。この試合 LA はパス22回中12本の成功 0TD1INT と不調であった。ただし TD ランを決めているがテル・デイビスが157ヤードを走りスーパーボール記録の 3TD を上げて MVP に選ばれた。翌1998年もプレーオフで マイアミドルフィンズを38から3、ニューヨークジェッツを23から10で破り、2年連続スーパーボール出場を果たし、長年、ブロンコスのヘッドコーチを務め、エルウェイをシるべしていたダンリーブス率いるアトランタファルコンズとの対戦した。第33回スーパーボールでは34から19で勝利し、スーパーボール連覇を達成した。38歳のエルウェイはこの試合で、 パスで336ヤードを獲得、ロッド・スミスへの80ヤード P の TD パス、TD ランも決めて MVP に選ばれた。エルウェイはこのシーズンで現役を引退した。エルウェイの引退後の1999年から2002年までは、マイアミドルフィンズの元 QB、ボブ・グリーシーの息子である、ブライアン・グリーシーが先発 QB となり34勝30敗の成績を上げた。 2003年にチームはアリゾナカージナルスの先発 QB だったジェイク・プラマーがグリーンシーの代わりに先発 QB となった。チームはシーズン序盤は高成績を上げるが終盤失速するといった傾向があり2003年2004年は5勝1敗とコースタートを切りながらいずれも10勝6敗で終えた。この年プラマーは自己ベストの4089ヤード 27td を上げた。 2005年には13勝3敗でプレイオフ第2シードを獲得しスーパーボール3連覇を目指すニューイングランドペイトリオッツを27から13と破りペイトリオッツのプレイオフ連勝記録を10で止めたが方で行われたピッツバーグスティーラーズとの AFC チャンピオンシップゲームでプラマーガニーインターセプトを喫するなど17から34で破れてスーパーボール出場は果たせなかった スーパーボールまで、あと一歩のところまで行ったものの、2006年のドラフト一巡目で、チームが、QB の J カトラーを指名したことは周囲を驚かせた。2006年には、守備陣が、相手のオフェンスに開幕から5試合でわずか1、TD しか許さず、7勝2敗と好成績を上げた。その後連敗すると、シャナハンは先発 QB を、ジェイク・プラマーから J カトラーに、その後2勝3敗。 シーズンを9勝7敗で終えた。2007年1月1日には CB のダレント・ウィリアムスが射殺されて亡くなった。2007年シーズンはロッド・スミスやトム・ネーレン、ベン・ハミルトンなど故障者が続出し7勝9敗に終わった。2008年シーズンはシーズン最終節のサンディー・ゴ・チャージャーズとの地区優勝をかけた試合に敗れこれがシャナハンヘッドコーチの最後の 試合となった。2009年1月11日、ニューイングランドペートリオッツのオフェンスコーディネーター、ジョシュ・マク・ダニエルズが、新ヘッドコーチに就任した。2009年シーズン開幕前一時トレード要因となったジェイ・カトラーとチームの関係が悪化。トレードでシカゴ・ベアーズに放出し、カイル・オートンやドラフト指名権とトレードした。この年チームは、 開幕から6連勝したが最後は8勝8敗で終わりプレイオフを逃した。2010年には前年からチームに不満を持ったプロボーラーのブランドン・マーシャルをマイアミドルフィンズにトレード、ドラフトでは大方の予想を裏切りティーム・ティーボーを1巡目で指名し、3勝9敗となったところでマクダニエルズヘッドコーチは解任されてエリックスタ・デスビル RB コーチが 暫定ヘッドコーチとなった。その後2011年1月、前年までカロライナ・パンサーズでヘッドコーチを務めたジョン・フォックスがヘッドコーチに就任することとなった。2011年開幕から1勝4敗となったところでチームはカイル・オートンからティム・ティーボーに先発 QB を交代、シーズン途中にオートンは放出された。 ティーボーが先発してからチームは続く8試合で7勝1敗の成績を上げ、最後の3試合は連敗したものの8勝8敗で地区優勝を果たした。ワイルドカードプレイオフでピッツバーグスティーラーズをオーバータイムの末29から23で破ったが、ディビジョナルプレイオフでニューイングランドペイトリオッツに10から45で破れた。2012年。 コルツから解雇されたペイトン・マニングを獲得し、昨年の先発 QB、ティム・ティー・ボーをドラフト7巡指名権と共に、ニューヨーク・ジェッツのドラフト4巡、6巡と交換でトレードした。マニングは、この年、カムバック賞に選ばれる活躍を見せた。2015年からは、キュービアックが HC となり、第50回スーパーボールを制覇。この試合で QB を務めたマニングは、 翌月に引退を発表した。2016年は、地区3位に終わって、プレーオフを逃し、シーズン終了後キュービアックは、引退を発表した。後任には、モタマイアメドルフィンズのディフェンシブコーディネーターであるバンス、ジョフが就任した。2017年、2018年も連続して、プレーオフを逃し、2018年シーズン終了後 HC の、バンス・ジョセフは解雇された。 1970年の AFL と NFL の合併以来チケットの完売が続いている。チケットが売れ残ったのは1987年シーズンのストライキの際に代替選手によって行われた2試合のみで、あるストライキ前には一旦完売していた。ブロンコスのホームフィールドアドバンテージは、 NFL 随一で1974年から2006年までの32年間ほどで191勝65敗1分である。以前のマイルハイスタジアムのクラウドノイズは NFL のスタジアムの中でも最も騒がしい本拠地の一つとしてブロンコスを後押しした。2001年からインベスコフィールドアット、マイルハイを本拠地としている。2007年に ホリーケカオルコが日本人として初めてブロンコスのチアリーダーに合格し2008年にも再度オーディションを突破して合格を果たした。2012年には西村樹里がブロンコスのチアリーダーに合格している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。